外地です。今日はこれからみんなが大好きなすがちゃんのところに髪の毛を切りに行きます。さあ今日は最後まで YouTube 撮れるのでしょうか。それは最後までご覧になってからのお楽しみということで、最後まで見てね。さっきマッポが、あ、いやいや、ちょうど赤だ。マッポっつっちゃいけないのか。ああ、マッポっつっちゃいけないのか。ね、お巡りさんがいたから、もう今いないか。ね、取れなかった。さあ行ってみるよ。伸びたな、毛が、ほら。やだやだ、ヒゲも伸びたけど。うぅ、ゲーハー目立っちゃうからね、の、長いと、ほら、気持ち悪い。さあ、そんな感じで。ね、信号が変わったら 3km 先渋滞が発生しています。渋滞だそうですけども、菅原店長のところに行きましょう。まだ先は長いな、信号も長い。どうよ、ゴー。こういうバスどうよ。これ怖いけどね、機関車トーマスみたいなさ。なんだろう、そこに顔があるって思わないのかな、園児は。怖ーとか思いながら。さあ、まだ行こうね。それでは。さあ。道半ばぐらいまで来たかな。なんか髪の毛何もやってないとベタ髪でがっくりくるね。まあしょうがねえ。いや、このヒゲもね、俺はリチャード・ローリングスみたくしたかったのよ。知ってる？ガスモンキー。フォーだけできねえよ。声がファオの人よ。だけどなんかね、マヌケな仙人みたいな、まあ、歩けた仙人に悪いな。なんかね、んな感じになっちゃったんで、ちょっと考えてます。まあ、役が来れば、あんだよな、役な。次のな。一番新しいのが、事務機の社長か。事務機の社長、いいか、これで。まあ、髪の毛はね、そのためにちょっとさっぱりしようかなと思うんですけど。ねえ。いかんね、喉がね、こんなんじゃねえ。そうそう。さあ、すがちゃんかっこよくしてくれっかな。あいつ結構ズバズバ言うからね、ないものはできませんよみたいなこと言うからね。それはしょうがないんだけど。そう、こんな感じで。ちょっとあれだね、食わないとやっぱり、声に力がないね。それじゃいかないね。いけないね。いかないねじゃないよ。いけないね。てな感じで、行くよ、俺は。どこや。さあ、すがちゃんとこ着きましたが、先客がいるね。どっかで車を止めて来ましょう。ほほほほ、それは気づかないわね。はい、いいわ。歩いて行きましょう。駐車場はないので、こんな感じで今日はこんな感じですね。お、暗いな。おっと、ぐらついちゃった、すいません。今日はね、簡単な手持ちで来てます。マスクしたんだね。さすが、これにわお、グラさんはちょっとあれかなと思ってね、来ましたけどね。あら、こんなとこ家建っちゃった。わーし、変わったな。まあね、以前ね、10年ぐらいこの辺に住んでたんでね。そう、あーここからはそうね、歩きね。俺これ子供の頃さ、親が言ってんの聞いても恥ずかしかったよね。じゃあここからはテクシーだ。なんだよテクシーって、テクテク歩くタクシーかよって。だから言いません、普通に歩いてます。さあ、すがちゃん、撮影は OK かな、ダメかな、どうかな。ってな感じで、まあ、とりあえず髪切りに行きますわ。うわ、
店長なんか言ってしたことない。ありがとうございました。ありがとうございました。新潟になりました。白状なスガちゃんはお客さんがいるからちょっとしか出てくれませんでしたね。てな感じで外地でした。あ、トラック止まっちゃった。この向かいにはそう鎌ヶ谷大仏がいるんですね。見えないか。そうか、見える大仏様よって感じで、はい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 、いつものねフレーズ言わないとね。はいはい、それじゃあサブスクライブプリーズでお願いしますね。こうちゃんと打つこうか。サブスクライブプリーズね、サムズアップもよろしくお願いしますよ。コメントもね楽しみにしてますんで。それではどうもパリサツナガイチでした。シェー